男性陣に質問です、はい、松村さゆりさんが宇宙で一番可愛いのは言うまでもありませんが<ー>そんな松村さんの撮影中の特に可愛かったエピソードを教えてくださいたくさんあると思いますが時間が足らないですね,まね本当に姫様、うん、姫様なんですか今<姫>あなたかフォームがわからないですねぶりっ子のフォームがもう 待ってる状態だよ今。助ければいいんですか、ね。私の可愛いをくださいってことよ。いやすっごい。豊田くんあるなんか。そうですね。あの松村さんすごいあのどこでも寝るどこでも寝ちゃうんですけど、うん、一回パイプ椅子の上にあぐらかいて、うん、で机に突っ伏して寝てる時があって足疲れないのかなって思いながらこれってやっぱりあのなかなか見れない姿じゃないですか。うん、だからなんか可愛らしいなって思いましたね。柔、うん、らかくないですか。本当にもうどこでも寝るんですよ,すよ、ね、松田さんは。 もうすぐに寝たりするんですよでこれ松村さん全然ある日このバスもう新宿5時集合だったんですそのバスが <laughs> で5時集合っつってわもうみんな眠い目こすってもみんなこでも全然そのバスが出発しないんですよあれなんか全然出発しないなと思ったらなんか20分遅れぐらいでやっと出発してでその後豊田君にあれさみたいな,なんで20分も遅れたんだろうねって言ったらえ気づかなかったですか ごごめんごめんんどどういううういいこことと <laughs> 松村さんは遅刻したけどそれを誰にもばれないように泥棒みたいにそーっとやっでそれでね出発しますってなって遅れてきてね罪悪感ありますよ、普通その時に豊田君に肩トントンって言って何て言ったんだっててんただけあの電気消してやって言って <laughs> ねえかわいいでしょ自由なんですよ、松村さんは <laughs> あとあの男子メンバーのケツをよく触ります、はいはい、<laughs> それは松村さん何故ですか なぜど,どれが何言えですか？<laughs> <laughs> お,お尻はお尻？お尻はあのー、丸いから <laughs>、うん、丸くて可愛い。丸いものはつい触ってしまう、うんはい、なるほど、うん、でも触り方は変態オヤジです。ね、は、え、い。<laughs> こうなんでね。はい。